はようございます。浴衣だよはい、今日は伊藤編の町づくしやね。はい、浜松大好きよっていうコーデですね。糸町の、限定手ぬぐいです。北谷さん、襟につけやすいようにね、柄出ししてくださってるんですよ。今回の糸町の、手ぬぐいはね、半分に折ったら簡単にこういう感じでこっちに柄が出てきて、中側が糸編の町っていう字が入るようになってます。輪が内側になってます。はい、糸編の町の手ぬぐい入りなので抽選ですね。そして、トスコアさん、そしてはい、ファッション着物石橋さんで仕立ててもらいました、抽選の浜松抽選の浴衣でございますね。しじら織りです。生地は綿が 77%、 麻 23%。 しじらといってもかなり細かい凹凸のしじらなので、あまりこうシュワシュワシュワっていう感じがないですね。ただ、真っ平らな生地じゃないので、綿のね浴衣ではないので、かなり涼しい、軽いです。そしてとてもものすごくね軽くて、もう触った感じ涼しすぎて、ちょっとね今天気が悪い日が続いてたので、もうね、ほんとね着物交換会の前に1回着てみたかったのに、なかなか着れなかったんですよね。無理無理、寒い寒いみたいな日が続いてたんですけど、今日はちょっと朝から日差しが強いので、今日はね、うちの店の、定例の会議がある日なので、ちょっとねあんまり動くこともないので、試しで新しい着物を着てみようかなと思って着てみました。やっぱねお出かけする前に一回ね試しで私は着てみないと、着心地とかね、どういう感じで動けるかとかっていうのをなんていうのかな、分かってから遠出したい人なので、まあ、遠出といっても私地元でイベントなんで全然遠出ではないのですが、慣れた感じで着たいなっていうのが常にあるので、一度袖を通しておこうと思って来ましたよ、やっと。でね、ちょっと、やっぱ浴衣地というのもありまして、縮むことを前提に作ってくださっているので、少し、おはしょりが最初のうちは長いかもしれんっていう感じで作っていただいております。はい、ここら辺はね、もうこの生地をずっと使ってらっしゃる地元の呉服屋さんなので、多分癖を分かってらっしゃるんでしょうね。どれだけね水通ししてもやっぱね洗濯機で洗ったりすると縮む部分があるのでっていう話でしたので、ちょっと最初の年は大きいよっていう感じですけど、でもそこまでそんな気にならんほどですね。ね、この生地は、この生地じゃない、この柄ですね。柄は、今年の、抽選の浴衣の柄出しの中の一つなんですが、色出しが、普通で売られているものは紺色がメインの本当に、古風な方をなんか柄をねメインに引き出してる、色出しになってて、この緑っぽい方は、試しで出した方で、あんまり出回ってはいないそうなんですけれども、リクエストがあればこの色にも染めるよと社長さんが、白井社長さんが、白井庄司さんでしたっけ、会社の社長さんが言ってました。はい、軽い感じでいいよっていう軽い感じで言ってたんで、いいよねそれ軽い感じ、肩あるから大丈夫だよみたいな感じでしたね。まあ、何着かそのご希望が揃ったらという話でしたけどね。で、えっ、ー、とですね、
やっぱりねちょっと個性的な色なので色合わせが結構難しいなと思ったんですけれども、こちらの篠介女夫の、へこ帯とで着物の黄色に合わせて黄色帯締めを持っていこうかと思います。襟もねこっちと青い襟とすごく悩んだんですけどね、ちょっと初日はこちらをつけてみたいなと思ってたのでつけてみました。華やかね、夏の色っていう感じですね。本当にののちゃん登場ですね。ののちゃん間違えた、ののちゃん間違えた、時間がないのに、会議で急がなければいけないのに間違えました。新之助丈夫さんの帯はめちゃめちゃいいね。どうでもいいけど急に新之助丈夫さんの話になるけどいいなって思いますね。お帯買われた方もおいででしょうし、ショールの方買われた方もおいでだと思うんですけどね、どちらもいいですね。本当にはね、本当にね、浴衣地着るほどの気温じゃないんですよ。ちょっとあったかいなぐらいなんですけれども、なのでちょっと薄々へこ帯自分で縫った方はさすがに腹寒いなと思ってこっちにしたんですけれど、そういうなんか気候に合わせて帯も選べれるとねいいですよね。それぐらいの選べるぐらいの数が種類があればいいですよね。数というか種類かもしれんね、季節に合わせてっていう気がしますね。どうしようかな、今日どうしようかな、今日どうしようかな、全然決まってない、全然決まってないんだけど、あんまり結びたい気分じゃないんだよね。どうするどうするですよ。今ありなのかな、ここだけで結ぶってありなのかな。日本は結びの文化ですね適当だ。でもへこ帯のさあ正しくないってあるのかな、正しくないっていう定義がへこ帯にはない気がするな。先に飾りを作ってしまう作戦はどうなるでしょうどうなるかね。これでもさ、私今適当にこんなことしてるんですけど、じゃあ最初からこんな適当にできたかって言ったらできんかったと思うげんてね。
それを考えるとやっぱりなんていうの、こう着物に馴染んだ時間がそうさせるんだろうなと思うんですよね。適当にできるっていうことにつながってんだろうなと思うんですけどね。なんか私みたいに半幅しか基本的にしなくって、まあ、たまにお太鼓、あの大事な、なんていうの、そういう冠婚葬祭用に、まあ、お太鼓結べますよぐらいな体の人でも、あの長い間着物着てるとなんか適当に結べるようになっていくものなんじゃないかなと思うんですよね。私はね、自分で本当にあの思うんですけどね、そういう風にあんまりね、あのいろんな結び方を元からするタイプの人じゃないんですけど、いろんな結び方上手なのはいいんですけどね、全部が上手になるのって時間かかるじゃん。そしたら一番したい結び方が一番上手になるのが一番近道なんじゃないかなって思うんですよね。あ、ここをね、そうしよう、思いついた。ここを出し隠してここで作ろう。うん、なんかちょっと何この角出しっぽくなった。ここじゃあもうちょっと綺麗にしろやって感じやけどね。ピンちゃん、さっきのこの中の結び目に帯締めを入れます。帯締めを通しちゃいます。通したら多分あの安定する。適当に、まあ、難しい結び方をねいっぱい覚えるのも楽しみだし、自分の本当にしたいやつをとことん覚えるのも一つですよね。どう？ほら、なんかもうここに結び目があるんだけど、ここに結んだよ。ああ、毛がついてる、ハックの。なんかすごい清涼感のある柄ねと思う。なんかすごい涼しそうに見える。青だけのよりも涼しそうに見えるな。なんでだろう、青と紺だけの浴衣より涼しそうに見える。反物で見るとねちょっと暑く見えるんだけど、暑苦しく見えるんだけど、全然清涼感の塊ですね。多分ね、あの襟のところをねとても明るい色を持ってきてくれたからだと思うんですけどね、めちゃめちゃ夏っぽい着物になっております。いかがでしょうか。あ、もうちょっと襟暗い方がいいかもしれない、この着物。はい、こんな感じです。ちょっとお姉さんな感じ、よそ行きっぽい感じになったよ。柄が柄だけにね、縞柄じゃないからさ、今日はちょっとよそ行きっぽくしたよ。はい、こんな感じです。これだったらね、こっちに高いとこに支点がないから中も苦しくないし、私は楽かもしれない。はい、今日こんな感じでございます。どうですかね。うん、
やっぱ襟は暗い方がいいな。今度暗い襟で合わせてみますわ。最初ね、こっちにしようかなとも思ってたの。金魚ちゃん。こちらも、あれです。北谷さんです。こっちもいいよね。青にしようかな、今度。なんかいろいろ考えています。それか、もうそれこそ黒でもいいかもしれない。黒紋付きさんのね、黒の襟でもいいかもしれないですね。黄色が入ってるからかな、そういう風に感じるのは。はい、今日こんな感じでございます。近くに来るとね、そんなに浮いた感じはしない柄なんですけど、着こなすのに少し癖があるので時間がかかるかもしれませんが、楽しく着こなしていきたいと思っております。はい、中世の手ぬぐい半襟、中世の着物、そして、しんのすけ丈夫さん。めっちゃ夏やね。抽選ですね。こう、綺麗だね。これは綺麗だね。こう、流水ですね。入って、雪輪が入ってますね。で、このボタンのところにぼかしを中心になってて。いっぱい売られてる方、新商品として出た方は確か雪輪にスポットが当てられてんじゃなかったかな。うん。で、足元が、はい、青い旅でしっかり、まとめております。何をまとめたんでしょうか。あ、ここの青もね、少し入れようと思ったんですよね。反物の時はね、結構ここの青が目立ったんだけど、多分、青が、濃い青が端っこだったの。で、私が、体が小さいので、その濃い色が消えた感じなんだと思うんですけどねはい、だからすごく爽やかな感じで作っていただきました。こんな感じです。どう、石橋さん来たよはい、なかなかね、個性的になっております。こんな感じですね。遠くになるとこういう感じですね。感じです。ちょっと本当にない感じの浴衣ですね。あ、私もっと浴衣っぽくなるかなと思ったんだけど、小紋っぽいなここ遠目で見ると小紋の明るめの着物にしか見えないな、これ。あ、やっぱり色がいろいろ入ってるせいやろうね、ぼかしがね。はい、今日こんな感じでございます。面白いね。あ、着心地はめちゃめちゃ涼しいです。軽いし涼しいです。どう軽いとかっていうのは、まあその新之助丈夫さんとか小当たり登山とかそういうのとはまたちょっと違う、本当に浴衣地なので軽い着心地みたいな感じですね。うん、思ったより涼しいな、本当に生地が。うん、いい生地だなと思いますね。あ、糸町の時寒いのにこんな涼しいの着てたら寒かっただろうな、みんな今ふと思ったんだけど、あれ寒かったよね、あの日。はい、久しぶり、だよね。うん、久しぶりにというか、こう浴衣のそういうのちゃんとした抽選っていうのは私初めて作ったんですけれども、合成でいいですね。本当に着物としても浴衣としても楽しめる衣服に仕上がっておると思います。はい、襟はもうちょっと濃い色にします、今度すいません、つけたんだけど、つけてやっぱり顔に合わせるとね、うん、ここの白がかなり白かったんだね。あ、面白いね、着物って。反物で見たとき、着物で見たとき、着たときとまた全然違いますね。いろいろとね。はい。こんな感じでございます。華やかな、着物になっております。そして地味に会議に行ってまいります。これ袖のところとかがね、おしゃれですよね。この濃い色が。ちょきっとこう入っていく。ここにも裾のこっち側にもね、濃い色入ってるんですけどね。あー、目立つわこれ。はい。
目立つなマジで。ちょっと寒いから上着羽織ると思うんですけれども、こんな感じで過ごしたいと思います。はい、着物っていいね、すごい気分転換になります。自分が花柄を着てると、いつ最近花柄着てなかったからな、うん、気分転換になるね。浴衣ってそういう気分転換できるよね。なんか気軽にね、こう小紋柄楽しめますしね、うん、染めを楽しめる、染めの着物を木綿とか綿麻で楽しめるっていう楽しい時期、季節ですね、うん、いいよね。型染めとかすごい好きですけどね。証券だとね、やっぱりちょっと手の、うん、なんかなんかね、着る場所を考えなきゃいけないんですけど、こう綿麻のとか綿の生地で染めの着物っていうのは本当にね、柄を楽しめたり色を楽しめたり気分転換になったりしていいもんだなって思いますね。着物っていいなって、形が一緒なのにね、すごいよね。スカートズボン、いつもズボン履いてる人がスカート履くよりも気分転換になるからね先染めと染めをこう変えるとね、それだけでわっってちょっと違う気分になってね。先染めも先染めでね、その縞柄は本当に愛してやまないんですけど、もうそこがベースなんですね。そこがベースで、これはちょっと楽しみみたいなね、夏のお楽しみっていう感じでさ。ちなみに私は、作ってもらう時に細かくお願いしてて、袖口もいつものように小さくしてもらっております。ここですね、もっと普通は大きいんですけどね、ここもね狭くしていただいております。夏とかって言ってもね、やっぱりののちゃんが潜ってきたがるんでね、っていうのもあるし、袖口小さくして一番楽だなと思ったのがね、たすき掛けするじゃない。でたすき掛けって、まあ私はやり慣れてる人なので、腕を出さないようにこうたすき掛けするんですよね。慣れてない人ってここからたすき掛けこういう風にしちゃうので、逆にね、垂れ、この振りがね、ボチョンってなっちゃうんですよね。そこが危ないんですよね。たすき掛けするとき、こう支点に、こことここを斜めに紐を通すように、こういう感じに背中で折り上げるんですね。なので、たすきしたときっていうのは、袖が私こういう感じになるんですけど、それでもちょっとね、ここら辺が危ないなっていうときとかに、この袖口の狭さだと、綺麗に折り上げれることができるので、ちょっと逆にタスキをするほどでもない時に軽く折り上げて作業したりしているんですよね。ここの口がね、でっかい時はそこまでめくってもペラーンと落ちてきてたような気がするから、結構だから安定感があるんじゃないかなと思うんですね。あと私はね、足は太いんですけど、まあお尻もでっかいんですけど腕が細いんです。それは、二の腕はちょっとぷよぷよ しだしたんですけどね。昔は二の腕もすごい細かったんですよ。パン屋やって筋肉ついて、まあ今焼き場に立ってないのでそれが落ちてちょっとぷよぷよしてるんですけど、まあ特にこの腕ですね、手首がちょっとね、本当に人よりね細いねって言われるぐらい細いんです。手のひらはそんなに小さくないんですけど、なのでよりここがね開いてるとすんごい開いてる風に見えて、なんかね腕がねすごいギスギスして見えて好きじゃなかったんですよね。なのでね、ちょうどこの小さくしたのがちょうど良かったなと思って、ギスギスした感じなのが見えなくなったので、なのでここがね細い人とかはこの口ね狭くした方が綺麗に切れるかもしれん。気にしてる方はぜひ、結構女性ってね腕気にするじゃないですか。いつも例えば私も千葉にいる時自転車
でね生活しとったんやけど、自転車で生活しとったらさ、どうしてもここら辺とかがシミができたりとかしてさ、そういうのとかもあの気になったりとかさ、そういうのもねやっぱり着物は隠れるんでね、ここが狭い方がより隠れるというのはありますね。はい、こんな感じでございます。ですね、今から会議に行ってきます。はい、時間がありませんので行ってまいります。そして、今日この動画は多分金曜日に流れると思います。着物交換会の前の最後の今日の着物の動画になっていると思いますので、着物交換会、あれ、かんざし言ってなかった。あ、かんざしは今日はあのこちらです。紫陽花にしました。お花尽くしです。着物交換会、前乗り組の方はね土曜日から入ってらっしゃると思うので、はい、それで、まあ結構更新が途絶えるのかっていう感じはありますけれども、日曜日はまあ放送できたら多分普通に今日の着物の放送になると思います。そしてその時間帯は宴会をやっているのでプレミア公開なんですけど、チャットには参加できないかなっていう感じです。申し訳ありません。公開できたらします。ちょっとねマネージャーのそのあのマネージャーのというかね、ネット環境によりけりだと思うんですけど、ちょっと編集ができるかどうか、あのパソコン触れるかどうかの話なんですけど、ちょっと未定で申し訳ありませんね。月曜日は普通に放送できます。はい、そんな感じなので、ちょっと日曜日は、あったら見に来てくださいぐらいな感じですね。そんな感じでございます。うん、で着物交換会の様子はまた後日、編集して、皆さんに YouTube ではお伝えしようと思ってますし、インスタでは、ライブでちょこちょことできればと思っております。はい、なので映りたくない方は、ちょっと隠れるか、または化けるぐらいの女優メイクをするかしてきてくださいませみんな可愛いからね、本当は映したいんですけどね、せっかく着物の方いっぱいいらっしゃるんでね、一人一人が素敵やといつも思うんですよね。あの着物イベント行くたびにね、みんな綺麗だなと思ってね、みんな何が綺麗って、みんな楽しそうな笑顔が一番綺麗、キラキラしてる、平和だなって思う平和っていいよねっていうね、このねみんななんかね、なんかこう安心して笑顔でいれる世の中っていいなって思うんですけどね、そういう笑顔はねやっぱりね世界に発信しないとねもったいないじゃんね、うん、そう、みんながねあの楽しく集まる会を開催したいと思いますので、そのご様子はまた後ほどという感じですね。で来てくださった方もまた後でね YouTube 見て楽しんでもらえたらいいかなと思います。思い出になるかなと思っております。うん、成功させなければですあとはね月曜日がちょっとね予報で雨っぽい感じになってて、日曜日は薄曇りです。本当に曇ったり晴れたりの天気なようです。最高気温も24度とか23度25度までいかないんじゃないかなっていう気温なので、かなり過ごしやすい、日傘より雨傘が必要な感じですね。うん、ただまああのほとんどが多分車移動なので、そんなに気にするほどでもないかもしれないですね。日傘兼雨傘みたいな傘があると便利かと思います、来られる方は。はい、以上でございます。うん、何本かだったら貸すことができますあとは多分旅館とかのには貸し出しの傘があったりとかもありますのでね、そういうのを使ってもいいかなとも思っております。はい、以上でございます。それではこんな華やかな着物で
会議に行ってきます。はい。それでは皆様、良い一日を。あ、やっぱこの袖が色がパッと違ってくるのは、この着物やっぱり素敵ね。はい、良い一日を。石橋さん、ありがとうございます。そして石橋さんの、ところで、お仕立てしてくれた和裁師さんもありがとうございます。大事に来ますんでね、また動画見てください。ありがとうございます。